オースティン・パワーズ、オースティン・パワーズ、オースティン・パワーズは、1997年制作のアメリカ映画とそのシリーズ作品、およびそれらの主人公である。主演のマイク・マイヤーズは、プロデューサーと、脚本も兼ねている。前作で、J. ローチが監督を務め、デミ・ムーアラがプロデューサーとして参加した。007シリーズのパロディ、サブタイトルも、007シリーズのパロディで、 イギリスのモテモテ有能スパイ、オースティン・パワーズの活躍を描いている。世界中でヒットし、第3作目まで制作された。2005年まで実在した、イギリスの大手自動車メーカー、ブリティッシュ・レイランドの傘下にあったオースチンから、取られている。1960年代までのオースチンはイギリスを代表する、老舗名門ブランドで、大衆車から高級車まで手がけていたが、 1970年代以降は、高級車分野を撤退して、大衆車ブランドに、落泊、さらに、イギリスに蔓延した、労働紛争の影響から品質がガタ落ちし、その結果イギリス人自身にも見放されて滅亡した。シリーズ共通のテーマ曲は、クイーン・シー・ジョーンズの、ソウル・ボサノバ。オースティン・パワーズ、オースティン・パワーズ、インターナショナル・マン・オブ・ミステリーは、 1997年に制作されたアメリカ合衆国のコメディ映画。1960年代に冷凍保存され1990年代に復活したオースティンが宿敵ドクター・イーブルと対決する。単なるギャグだけでなく時代のギャップに直面するオースティンの悲哀も描いている。美女とスパイとパロディマンサイのドタバタコメディとしては1967年に公開された。 イギリス映画、007カジノロアイアール、デビット・ニーブン主演の皇族作品でもある。本作には、US 公開バージョンとインターナショナルバージョンがあり、日本では、インターナショナルバージョンが上映された。US 公開バージョンでは、クリス・チャンスレーターやロブローの出演面などがカットされているほか、一部のシーンが短縮されて5分近く、短くなっている。 1999年発売の DVD はインターナショナルバージョンだったが、2003年発売の DVD は US 公開バージョンに編されており、カットされたシーンは映像特典として収録されている。2016年に発売されたブルーレイはインターナショナルバージョンを収録している。1967年、流行に乗る有名ファッション写真家であり、 イギリスの諜報員でもあったオースティン・パワーズ、マイク・マイヤーズは、自身が所有するナイトクラブ、ザ・エレクトリックス・カデリック・プシー・キャット・スウィンガーズ・クラブで、宿敵ドクター・イーブル、マイク・マイヤーズを追い詰める。イーブルは、レストラン、ビッグボーイのマスコット人形の像の形をしたロケットて、宇宙へ逃走し、自身を人体冷凍保存する。イーブルが蘇生した時に備え、オースティンは、 包摂水和物に自ら入り冷凍睡眠を始める。30年後の1997年、イーブルは新たな世界征服計画と共に地球へ帰還する。組織の隠れ身のとして買収したシアトルのコーヒー会社が経営的に体制して、表の世界では大実業家となったミスターナンバー2、ロバート・ワグナーもイーブルの元に戻り、数百万ドルをかけた。 バルカン計画に加担する。すでに裕福であったイーブルだが、数々の計画で、世界各国をゆすり、より多くの金銭を得ようとする。しかし1960年代には恐ろしかったはずの、陰謀のいくつかは、この30年間に実現してしまっており、部下からいちいち訂正を受ける。核兵器のダッシュ、世界の打歩という、古い計画は撤回したが、 世界征服に必要な金額として1000億ドルを要求することを決める。この30年間で貨幣価値が変わったとイブカの中国で金額を上げた。一方、部下のフラウ・ファービッシュなミンディ・スターリングはイーブルの精液を使い人工的にイーブルの息子スコットイーブル、セスグリーンを削上げていたが、彼はグランジュやハードロックに夢中なボンクラで世界征服に関心を持ってくれず、 イーブルを失望させる。イーブルの復活に気づいたイギリス国防省は、オースティンを回答。1960年代に、彼の助手であったミセス・ケンジントン、ミミ・ロジャースは、この30年間に退職したため、娘、バネッサ・ケンジントン、エリザベス・ハーレーが彼のエージェントとなる。1960年代に、彼が持っていた自由恋愛主義の心情は、1990年代には、 時代遅れとなっており、バネッサを誘惑しようとしても成功しない。後に二人は夫婦になりすまして、ラスベガスのホテルに宿泊し、ナンバーツーのイタリア人秘書アロッタ・ファジャイナ、ファビアナ・ウーデニオであ会う。偵察と貫通のため彼女の日本風ペントハウスに、向かい、地球の核に、核弾頭を打ち込み噴火の引き金とし世界の爆発を、目論むイーブルの、バルカン計画を知る。 パワーズが復活し自分に追っていることを知ったイーブルは、フェムボットという魅力的な女性型ロボットを製造し、オースティンを誘惑させて、殺そうとする。オースティンは、アロッタと浮気をしたことをバネッサに謝罪し、二度と浮気を、しないと誓う。二人は、イーブルの本部に潜入するが、彼の子分のランダムタスク、ジョーさんに捕らえられる。イーブルは、 要求を世界に伝えた後、たとえ金銭を受け取ったとしても、バルカン計画を遂行ると語る。その後彼は、オースティンとバネッサを死の罠にかけるが、二人は簡単に逃亡に成功する。オースティンはまず、バネッサを逃がすと誘惑してきたフェムボットに対して、ストリップを興奮しすぎたフェムボットは、文字通り頭が爆発する。オースティンは、世界滅亡装置を発見し、 ギリギリのところで解除する。メインルームでイーブルを見つけ、もう少しで彼に制裁を加えるところであったが、重厚オバネッサに向けたアロッタが登場し、イーブルを攻撃しようとしていたオースティンを阻止する。しかし時代遅れな世界征服にうんざりしていたナンバー2がイーブルを裏切り、オースティンと取引しようとしたところ、イーブルは椅子を倒してナンバー2を火に投じ、ロケットで逃亡し、 基地の自爆装置を作動させる。バネッサは柔道チョップでアロッタの意識を失わせ、バネッサとオースティンは基地の爆破から逃げる。後にオースティンとバネッサは結婚するが、新婚旅行中にランダムタスクに靴を投げられ、攻撃されるもオースティンはタスクを倒す。オースティンとバネッサがバルコニーに移動して空を見ると、星よりも輝く物体を発見する。 望遠鏡で観察してみると、それはまさに復讐を誓うイーブルが冷凍されているところであった。オースティン・パワーズ・デラックス・オースティン・パワーズ・ザ・スパイ・風シャグド・ミーは、1999年に制作されたアメリカ合衆国のコメディ映画。シャグド・シャグドは、成功を意味するスラング、シャグ・シャグの過去形。サブタイトルは、007私を愛したスパイ。 007、ザ・スパイ・フー・ラベド・ミーのパロディである。1990年代のイギリスで暮らしていた、オースティンが、ドクター・イーブルを追って1960年代に戻る。マイヤーズは、オースティンと、イーブルに加えて、ファット・バスタードを含む一人三役をこなした。作中で使われているマドンナの、ビューティフル・ストレンジャーの PV には、オースティン・パワーズ、 バジルエクスポジションが登場した。また、ホワイトハウスの破壊シーンは映画インデペンデンスデーから、ロケットの発射シーンは映画アポロ13から流用されたものである。2011年7月20日にブルー、レイディスクがワーナーホームビデオより発売され、DVD もワーナーより同日に再発売されている。オースティンパワーズゴールドメンバー、オースティン。 パワーズ・イン・ゴールド・メンバーは2002年に制作されたアメリカ合衆国のコメディ映画。メンバー、メンバーは陰形を意味するスラングでゴールド・メンバー、ゴールド・メンバーイコール金の陰形は007ゴールド・フィンガーのパロディである。タイトルをめぐって007シリーズを制作するメトロゴールド・ウィン・ベイヤーから提訴されたものの変更なしで公開された。 シリーズの中では最も多くの豪華ゲストが出演している。特に冒頭の撮影シーンにはトム・クルーズやスティーブン・スピルバーグなど、当大の有名俳優や映画監督、音楽プロデューサーなどが仮名を出演しており、当時の観客を驚かせた。なお、撮影されている映画という設定の劇中劇のタイトルはオースティン・プシーで、これは007オクトパシーのパロディである。 マイヤーズは新登場のキャラクター、ゴールドメンバーを含む4役をこなす。1970年代と現代2002年頃を舞台としており、ドクター・イーブルが日本企業、ロボット工業の支援を得て逃亡したことで、中盤から舞台は東京、東京へと移る。当時開業して間もない日本科学未来館の建物外観を ロボット工業社屋として使用しているが、それ以外のシーンは、ほとんどが、スタジオ収録、黒ー、スクリーンプロセスで、出演者を交えた日本でのロケは行われていない。また、銀座や、増上寺といった映像に加えて、大阪、道頓堀の空撮シーンが混ざっているが、これは1989年公開の、ブラックレインからの引用である。 国技監視員での名前は、アサヒスモーアリーナとなっているが、場内アナウンスでは、両国国技館と称されている。これ、007は二度死ぬからの引用。エンディングクレジットの最後に流れる曲は、マイケル・ケインの出世作となった、映画、アルフィーの主題歌、アルフィーの替え歌である。ジェイ・ローチ監督の妻である、バングルスのスザンナ・ホフスが歌っている。オースティン・パワーズシリーズ一作目に、 悪役で出演した元プロレスラーのジョーさんは2008年集団合関の容疑で逮捕され終身刑となっている。また、服役中の刑務所で囚人の殺人容疑もかけられている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。